皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。まずいつものポッドキャストに行く前にご報告とお礼です。このポッドキャストは手術後初めて録音しました。手術自体は11月21日だったんだけれども、先週のポッドキャストまでは事前に録音しておいたんです。我ながらいい判断だと思いましたね。まだリカバリ中で本調子では全然ないのですが、手術自体は6時間以上かかる大掛かりなものだったので、最初の1週間は寝返りは打てない、ゆっくりしか歩けない、一日中ほぼ床と水平生活を送らなければいけませんでした。なのでポッドキャストなんて録音できなかったんですね。2週間目の今はだいぶ良くなってます。メールやメッセージをくれた皆さん、どうもありがとうございました。すごく励みになりましたし、全部読ませていただきました。さて今日はね、ブログのピックアップではなく DLS の YouTube チャンネルをピックアップしてみました。本当はビデオの音声をお送りしようと思ったんだけど、ちょっと音が良くないので、音だけで聞くポッドキャストではちょっと耐えられないかなと思ったので、ビデオ編集後期としてビデオを振り返しながら私の感想をお話ししていくというおしゃべりポッドキャストを作ってみました。ビデオがといっても何のことだかさっぱりない人のために、今日ピックアップしたビデオシリーズは DLS の YouTube チャンネルにあるプロダンサーに聞く留学とバレエ団移籍経験というビデオで、プロダンサーの武藤真知さんにお話を聞いたビデオをパート1と2に編集してあるものです。そっちを見てからこのポッドキャストを聞いた方が分かりやすいかと思いますので、プロダンサーに聞く留学とバレエ団移籍経験と検索するか、 www.youtube.com/dancerslifesupport で DLS チャンネルを探してください。実際に現役ダンサーに生活、悩み、バレエ団経験や怪我についてお話をしてもらったので、プロを目指す子たちはもちろん、その世界を知りたいなと思っている先生や大人バレリーナさん、ご両親でもすごく勉強になると思います。まずはビデオの題名にもなっているバレエ団移籍についてお話してみましょう。ビデオを見ていない人のために、彼女のバレエ学校とバレエ団経歴をおさらいしてみると、イングリッシュナショナルバレエに3年、その後少しオランダ国立バレエ学校に入って、翌年にバレエ団の研修員になる。でノルウェー国立バレエ団に行った後、香港バレエへ移籍、そしてあのニーナ・アナシアシビリの率いるジョージア国立バレエ団にソリスト契約。ビデオでも彼女がお話ししていたように、誰かがオファーしてくれたからとか、お膳立てしてくれたからではなく、自分から行動した結果でこうなったと言ってましたよね。その行動力ってダンサーにとって絶対に必要な要素だと思います。カンパニーに入ってもなかなか昇格できない、思ったような役が来ないという人は結構たくさんいるんですね。でも例えばその国や町が好きだという人がとか、家族がいるからという人、周りの人、同僚がいい、給料がいい、そしてシステムがしっかりしているなど、さまざまな理由で同じカンパニーにずっといる人も多いですが、彼女のようにダンサーとして成長していく過程でチャレンジしてみたいとか、ジャンルを変えてみたい、振り付けを自分でもっとやってみたいなどの理由で移籍していくダンサーもかなります。現状に満足せず、いつも先を目指しているという精神なんだろうね。そしてそのハングリー精神というのかな、それがあったからもっと踊れるのではないかとリサーチしてた時に DLS に出会ったとお話ししてくれました。別にバレエ団を移籍することイコール行動力と言ってるわけではないし、新国立バレエ団元ソリストにインタビューをしたビデオでお話ししたように、一箇所のカンパニーで成長していくというのも全然ありです。ただ自分がやりたいこと、目指すところ、ゴールがはっきりしていて、それに向かって努力するということ、自分の人生の舵を取るというのかな、その行動力というのはやっぱり大事ですよね。行動力はリハビリの話をしてくれた部分にも現れました。リハビリのプログラムをやれと言われても、別に強制ではないわけだし、カンパニー内ではなかったりという話から、適当にやって終わりでもよかったんじゃないかななんて思いました。でも彼女はしっかりと朝から晩まで本当文字通りリハビリに向き合っていたとお話してくれましたよね。言われたことをやりきるということ、単純そうですが多くの人たちはやりません。途中で満足してやめちゃうか、結果が出ないからといって焦って終わりにしちゃう。レッスンでもそうですが、言われたことをやりきるって、注意とかね、振り付けとかそうだけど、単純だけど大事な上達へのステップですよね。マチさんと旦那さん、そして舞台上のパートナーでもあるフランクは今年の5月に日本に帰国したそうです。つまりそれまでの FIBF の活動は現役で追いつつ、サマーホリデーに日本でセミナーを行ったりパフォーマンスをしていたということでしょう。そこでも彼女の行動力が見えますよね。
私も海外から同じようにセミナーをオーガナイズしているので、その大変さはよくわかるんですが、それを元気で踊りながら、つまり夜にパフォーマンスがある生活でよくできたなと思って話を聞いてみました。行動力とか人生の舵を取るというと、なんかガツガツしたイメージっていうのをパワーでプッシュしていかなければいけないような考えを持つ人がいるかもしれませんが、行動力ってやりたいことが明確で、それに対してやらなければいけないことが分かっていて、でそれをやりきるという3ステップを常に繰り返すことで生まれるのではないかと、彼女との対談を編集しながら感じました。マチさんのオーガナイズしている団体福岡インターナショナルバレーフェスティバル、つまり FIBF はまだ新しいですが、彼女たちが帰国した今、これから本格的な活動が始まると思うので、彼らの次のステップが本当に楽しみです。ということで、今日のポッドキャストはここまでですが、ぜひビデオも見てみてください。そしてこの行動力という部分、別にダンサーじゃなくても必要なエリアですが、自分がやりたいことを明確にして、それに対してやらなければいけないことを考える。やりきるというステップは2019年にやりきればいいんだから、まずはその下準備をやれたらいいんじゃないかななんて思います。TLS の YouTube チャンネルは www.youtube.com/dancerslifesupport で出てきます。もしくは YouTube の検索バーにダンサーズライフサポートとスペースを空けずにタイピングするとチャンネルが出てきますので、そちらの登録どうぞよろしくお願いしますね。ではまた来週のポッドキャストでお話ししましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。